今回お伝えする内容は、今から79年前にあった太平洋戦争末期、日本本土空襲の中でこちらの岡山市も当時火の海となりました。実際に日本とアメリカが戦争し、この岡山市にもアメリカ軍の B-29 が飛んできて実際に空襲がありました。岡山市も1945年6月29日から午前2時43分から午前4時7分までの2時間、こちらの岡山市内も今ここに建てているこの場所も火の海となり、街中に住んでいる人たちは逃げ惑い、こちらの西側の方へ飛び込みました。そういったその岡山空襲の内容を今回お届けしたいと思います。北消防署に来てます。で、こちらで、当時、太平洋戦争中の岡山大空襲の時に活躍したあの消防車が今展示されてます。今日はあの土曜日ということで、一応受付の方に声をかけたら、こちらの消防車を写真を撮ったりすることができるので、一応こちらにも書いてあるんですが、見学希望者の方は受付にお声をかけくださいというふうな形で待ってますので、今日声かけてますんで、ちょっと撮影許可が下りてますんで行ってみましょう。こちらが当時岡山大空襲で活躍されたという消防車です。で、この消防車は米国第一ブラザー州製っていうような形になってますが、米国って言ったらアメリカ製で、当時の太平洋戦争は日本とアメリカが戦争してたにもかかわらず、どういうことかアメリカ製の消防車が岡山大空襲に火災から守るために働きをしていたということになります。で、この保存状態がとても良くて、まず日本国内では見るものがそんなにないと思います。今回は岡山空襲のために、今日私と西側、川野辺育様が、取材に一緒に来てくれてます。ちょっといろいろ話を聞いてみたいと思いますので、川野辺さんよろしくお願いします。もう車ももう全然通ってないですね、はい、静かな町だったんですよ。それでこの辺りは士族街、池田藩の藩士っていうか、はい、そういう方がずっとこの川べりに住んでられたんです。ああ、そうなんですか。ですからもう静かなね、落ち着いた町だったんですけど、今はもう歓楽街がいっぱいできて、夜中でも賑やかです。窓開けるともうすごく賑やか。もう私幼稚園の年長になったばっかりの時ですから、はい、それで毎日母親に言われてることが、はい、枕元へはもう常備品を置いて、はい、それで空襲の時にはこれを着て逃げるんよっていうのが、もうそれを親たちは着て、はい、父親なんかももうズボンを履いて、はい、それでズボンの上からゲートルってお分かりですか。ゲートル、それはズボンの裾なんかを引っ掛けたりしないためのものらしいんですけど、それを巻いて、それで戦闘帽、帽子だけは枕元に置いて寝てて、はい、それで毎晩母親がご飯食べた後におにぎりをこしらえて、はい、それで空襲の時にはこれをポシェットみたいなものをみんな枕元に置いてたんですよ、はいはい、それでそれを入れて持って逃げなさいよいうことで、毎晩も親がそういう話をしてくれて、それで、ある時突然に親が空襲よ、29日ですが空襲よ来なさい言われて、それで飛び起きて、ちょうど田町へ母の里があって、はい、そこへ行ってたんですよ。あ、
じゃあこっちにはおられなかったんですか。こっちにいなかったんです。あ、そうなんですか、はいはい、それで田町から、あの田町橋の方に行ったんです、はい、はいはい。それでこの道をもとにかく行ったり、ここもね、昔はあの川べりからすぐ家が建ってたんですよ。こんな公園じゃなくて、はい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 、それで道がまあ狭い道がずっとあって、あ、そういう道だって。それでとにかくこの道をもう登ったり下ったり登ったり下ったり、うん、登っていってると前の方に焼夷弾が落ちる。あ、それで落ちたらあの前の方の人が後ろへ向いて逃げてください、前へあの火事が行ってますよって、それでまた逃げて、それで行ってたらまたあっちへ焼夷弾がドーンと落ちる。で向こう田町橋へ行ってる途中に私の目の前に、うん、あの焼夷弾が落ちてね、それで一人がもう直撃なんですよ。中学生か子供だったかよくわからないけど、私よりは大きな、はい、私はもう小幼稚園の年長だからこれくらいなんで、それでどなたが言われたのかギャー言うっていう声とともにもう散って、それでまあ私あのそのあすぐ前は行けないからそこ回って逃げて、逃げて行ってたら目の前にお姉ちゃんとお兄ちゃんによく似た人がおるなと思って、それで、あ、お兄ちゃんお姉ちゃん言ったら後ろ振り向いてくれたんです、そしたらその顔がもう真っ暗なんですよ、すすで。それでいやーこんな顔じゃなかったと思いながら、それでも姉が話しかけてきて、あんた一人とか何か言ってくれて、それでそう一人を言ってるその声は、あ、確かにお姉ちゃんだいうこと で、 ああ そ、 れでそうですか。もうそれはボッポッポッポ燃えてる中ですからね、はい、姉が、あ、お父ちゃんとお母ちゃんだよって、それでお父ちゃんお母ちゃん言ったら振り向いてくれて、はあはあ、うわあんたたち無事だったいうことで、はい、そんなに無事だったんだったらもうすぐこの田町、もうあんたたちが絶対にもう子供たちのことだから死んでしまってると思うから、もうお父ちゃんお母ちゃんもこの田町橋の上で焼夷弾の爆撃を受けて死のうって言って、それでずっともそこへ立てとったら、じゃあ爆弾が落ちてくるのを待ってたということですか。待ってたんです。そうなんです。それで元気だったらもうあのすぐ西側へ入ろう言って、あの田町橋を渡って川向こう の、 あの橋のたもとへ入って、父親が一番に飛び込んで、で父親にあの兄を渡して、うん、それから姉が飛び込んで、それで姉がちょうど姉のこの辺りだったかね、水が、それで姉に私が抱っこしてもらって、それで最後に母親が飛び込んで、それで母親にずっと、それでもう一度だけ赤ちゃんの死体が流れてきましたしね。あ、それからもうあの川のこっちが西側が、はい、あの家が建ってたから、その焼けたのがジューン、あ、川の中で燃えるんですよ。あ、はい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 、それであの川の橋 の、 あの上川へ、はい、あのずっと溜まってね、だから次々流せばいいんだけど、一つあの何本か溜まりだしたらもうその上その上木が落ちてきて、でその中でボッボッボッと燃えるから、母親がみんな協力してこの木を流しましょう言って押して押して流して、はいはい、もうそれからは木があのあれ燃えながら落ちてきたら誰となしに押して流して、そういうことだった。当時その空襲でここに人がいっぱい入ったというふうなことですね。より、田町橋周辺は特に大きな被害を受け、西側でも多数の人流が亡くなりました。今現在では新しく平成8年の5月に、こういった田町橋がきれいに今なってますが、当時、昭和5年にコンクリート化されたまだ田町橋は残ってまして、こちらですね、当時のその空襲を受けた実際の橋です。でこちらも、爆弾が落ちてね、炎がすごく熱があったんでしょう。もう真っ黒になってます、もう焼けついてますね。当時のその空襲を受けたこの田町橋で、こちらがよく資料に出てるんですが、これが多分空襲の熱で、これ石が割れてるんですかね。でその痕跡が今でもこう残ってますね。あとあのその、まあ
いろいろその逃げ惑うような感じになったと思うんですけど、はい、そのまあ、どちらの方にその皆さん向かおうとしたんですか、ね、その防空壕がある。防空壕はもう役に立ちません。もうみんな私田町の家もおばあちゃん母親たちから言ったら、自分の親私たちから言ったら おじいちゃんおばあちゃんですけど、そこの家ももう各家庭に防空壕を掘ってたんですよ。だけどそんなものじゃ間に合いません。それで私たちも最初は防空壕へ入りなさい言われて入ったんだけど、そしたら親たちがもうすぐ出なさい、その中へ入っとったら蒸し焼きになるから寄って、うん、それでとにかくあの田町橋の方へ向けて逃げなさい言われて、それで田町橋の方へ出たらもう人の流れにもう大勢の人ですからね、うん、それでもう私未だにまだ空襲の時の夢見るんですよ。ああそうなんですか。もう結構80年近くなって、はいはい、それでね半年ほど前は私がやっぱり一人で逃げてて、うん、田町橋のとこで両親を見つけた時に、はい、お母ちゃんって言った、そのお母ちゃんっていう声を、大きな声を自分が寝てて声を出したみたいで、ああ それでなんかかすかにお母ちゃんって叫ぶ声が聞こえてるなぁ思って、それからもう一度聞こえてお母ちゃんいう声で自分でびっくりして目が覚めて、ね、はいはいはい、そしたら猫がいたのがもう真っ暗闇の中の目をまん丸にして耳をこんなにしてびっくりして見てたんですよ。そうですよね、それからいつ頃、1月17日だったか、まあ、息子が急遽東京から帰ってきて、はい、それで隣へ寝てたけど、なんか朝起きた時にお母ちゃん言うて、どんな夢見たのって言うから、はい、何って言ったら、助けて助けて叫びおったよ言って、それで夢でのことはあんまり起こしたりせん方がいい言うて聞いとるから何にも言わなんだんだけど、ね、はい、言うから、ああそう言ってみたら、西側ベリを一生懸命一人で逃げてた、それの夢を見たんだみたいなことで、今だにも80年近くなりますけど、もう頭から離れません。ああそうですね、はい、今こちら県庁通り の岡山県庁と、それから県庁の向かいにある、県立図書館に来てます。でその県立図書館の中のこのと筋を入っていくと、当時の岡山空襲の写真が入ってます。でこちらに写真が写ってるんですけど、この写真はじゃあ一体どこなのかということで、今現にこの真ん中の道がこの目の前の大通りになってます。でここの県立図書館の前は岡山女子商業学校っていう学校だったんですけど、まあ、見るからにこの広い土地っていうのはまさしく今の県立図書館の広さと全くほぼ一緒のように思います。でこの壁とかは当時コンクリートとか、まあ、石のあれなんかもしれないですけど、中はね全部もう焼き野原になってまして、まあ、木造だったなっていうのが分かります。で今も現に実際には天満屋、中央銀行っていうのはあります。当時の、岡山大空襲の凄さっていうのがこの写真を見ても分かります。日本銀行、岡山支店っていうのが今まだこの綺麗に建物として形に残ってます。で今はルネスホールという形になってるんですが、当時は日本銀行岡山支店というような形になってました。まあ、この日本銀行も真っ黒焦げになった、火災になった建物の一つです。でもそれが今でもこうやって綺麗に残ってます。登録有形文化財という形になってますね。大正12年にできたこの錦糸会館が昭和20年の太平洋戦争の岡山大空襲では空襲を免れて、今でもこうして綺麗な形でまだ建物が残っております。今ちょっと見てみたら、こちらの旧内三家小学校の下の石垣のこちらの下側にちょっと防空壕らしきものがあるんですけど、まあ、中はちょっともうコンクリートで埋められたような形にはなってますが、定かではありません。でもこの石垣のこの形がなんか当時防空壕を
作ってたんじゃないかなっていうような感じに見えますね。こちらはほとんど民家だって、あの庭先にあの防空壕を作っていたっていうことが多かったんで、ちょうど自分の家の近くのでもあの防空壕が実際に当時はあって、もう今はもう埋められてるんですが、空襲の時にそこへ逃げてきたっていう話を聞いたことがあります。防空壕らしき上の石垣ももう真っ黒焦げになってて、実際にこれが空襲を受けた後の石垣だと思われます。だからね、まあお偉いさん同士の、いわゆる喧嘩でしょ。そうですね、それで我々には何の罪もないですが、ですね、そんなものがこうこんな怖い目をして犠牲者がたくさん出てね、そういうことはやっぱり上の人たちが喧嘩をしないようにしてくれないと。そうですよね、まあ、上の人たち同士だけでやればいいだけのことを、そうそうなんですよ、何もその国民を、ね、巻き添えにね、巻き添えする必要はないと思うんですよね。だからもうウクライナのことなんかでも当時は新聞一面に出たりね、それからテレビをつければもうそういうのが あれするから、もういつも目をつぶってチャンネル変えて、新聞でももう目つぶっといてめくってね見て、もう目に触れたくなるし、いやもう戦争はね本当にどっちかがなんとか譲り合う心があったらそういうことには起こらなかったのにな思って、もう戦争は絶対反対だいうことはもういつも言ってるんです。短い時間でしたけど、はい、今日本当川上さんありがとうございました。いえいえどういたしまして、いえいえありがとうございます、はい、本日は、今回のねその岡山空襲を実際に、経験された、川上育さんに、今回来ていただきました。本当に今日ありがとうございました、はい、昭和20年のあの岡山大空襲から79年目を迎えた今回の卒影でしたけど、いろんな方に協力をしていただき、僕本人もすごい勉強になりました。川延さんから話を聞いたことで、まあ、僕自身が思ったことが、まず今ではねもう全然考えられない、当時の太平洋戦争っていうのはこうやって生活をしている中でも上から爆弾が落ちてくるっていうのが今では考えられない、当然僕らでも考えられないんですけど、そういう経験をしてないので、でも川延さんとかは経験をされてて、そういうことはまずびっくりしました。で特に岡山空襲は夜中の空襲であって、もう寝てる時に爆弾が落ちてくる、で起きた家を出たらもう街中が火の海で、逃げ惑うにもどこを通って逃げればいいかわからないっていうのを僕らは全然想像もできませんでした。やっぱりその子供の頃にやっぱり祖母の方から話をいろいろ聞いて、で実際にそんなことが本当にあったのかと思って、やっぱりその図書館とかに行って、まあ、本を探ってみると、やっぱりその真っ黒焦げになってる岡山の街中があったと。でこれはどういうことであったんだろうかっていうので、本やイベントでいろいろ参加してみたんですけど、やっぱりこんな後ろに見えてる岡山城だって今綺麗に見えてますけど、当時は空襲で爆弾が落ちて真っ黒焦げになって亡くなった岡山城とかも、そんな僕らが子供の時にはもうすでに岡山城あったわけであって、そういう経験をしなかったんで、ちょっと深い話を聞いてみたいなと思い、いろんな人に協力してもらいました。川延さんを筆頭にいろんなね方々の協力をしていただいた結果、とてもいい撮影ができましたし、僕自身も見えなかった部分が見えた、勉強できた部分が勉強できたっていう形でとても良かったと思います。本当にねご視聴してくれた方もいろんな見えない部分がねあったと思いますけど、今回はこのスピチューブ岡山大空襲のことを見ていただき本当にありがとうございました。